有馬温泉街で食べ歩きをしていこうということで、こんにちは、神戸町長散歩高谷でございます。今回はね、有馬温泉の美味しいものを紹介していきたいと思います。まずこちら、竹中肉店さんでね、コロッケなどをいただきたいと思います。でね、こちらね、結構有馬温泉の中ではね、有名なお肉屋さんでございます。でこちらでね、注文いたしまして歩きながら食べるというところですね。まず今回ね、コロッケとあとミンチカツね、2つ注文させていただきました。はい、まずね、コロッケをいただきたいと思います。こちらね、皮がね、皮というかあの側がね、サクサクでね、中ホクホクであったかくてね、非常に美味しくてね、あと肉汁も十分出ててね、甘くてとても美味しかったですね。はい、で次にね、ミンチカツをいただきたいと思います。こちらね、ちょっとね、味付けがね、濃いような気がしたんですけど、そのあたりはね、人の好みなのでね。でこちらね、やはりあの、黒毛和牛を使っているということで、非常にね、肉肉しくてね、肉汁が非常に美味しかったですね。で先ほどのお店からね、さらに、坂をね、登っていきたいと思います。左側がね、こちらね、温泉旅館でございます。日帰りのね、お風呂もね、楽しめる、ね、大きな旅館でございます。でね、こちらもね、新しくね、整備された町並みのね、古びた、町並みをね、再現してございますね。昔はね、もっとね、近代的なところだったんですけどもね。でこちらがね、有馬の鉄砲水などね、売ってますね。ジュースのサイダーですね。ただね、今ちょっと寒いのでね、サイダーはちょっとね、ご遠慮という感じですね。で上から車来たんですけども、このね、狭いところね、わからない人、県外の人とかはね、ここを車で入ってこようとするんですかね。向かいが香りってあったのはね、有馬の香り袋ですね。まあ京都とか行ったら香り袋結構売ってますよね。でここが靴屋さんで、多分昔はね、下駄とかセッターなどのね、お店だったと思いますね。こちら有馬街道というね、街道沿いですのでね、ちょっとこちらね、気になったお店がありましたんで、ちょっとね、見てみましょうということで、こちらね、有馬のトンボ玉のお店でございます。でこちらに飾られているのが、耳かきの形をしたね、かんざしみたいな感じですね。かんざしや根付け、キーホルダーなどを売っているお店でございます。ちょっとね、気になったんで入ってみましょうか。はい、でね、木のね、重い扉を開けまして、入ってみますね。ちょっと見せてもらっていいですか。はい、なんかね、こじんまりしたお店でね、女性の方が一人でやられてましたね。で中を見るとね、髪留めなどのアクセサリーがね、たくさん置いてましたね。あとまあ、イヤリングとか、あとネックレスなどもね、置いてありましたね。綺麗だね、トンボ玉にうっとりという感じでね。はい、今ね、お店の方にね、ガラス玉のね、説明を受けているところでございますね。今回はね、可愛い犬のストラップを購入させていただきました。でね、デザインのね、凝ったね、高級品から数百円のリーズナブルなものまで置いてますんでね、まあ、できましたらね、ぜひ寄ってみてはいかがでございましょうかということで、お店を後にしていきたいと思います。でね、ここからね、下の方へ、ね、降りていきたいと思います。でね、目の前に人形筆とあるんですけども、有馬の人形筆という形で、文字を書こうとするとお人形さんがね、ぴょこっと出てくるという可愛らしい筆でございます。ただね、工程が多いのでね、値段がちょっとね、高いもの、大体2000円から1万円ぐらいするものもありますね。はい、こちら おみくじとかあるんですけどね。はい、ここがね、カフェテリアでございます。奥の方にね、オープンテラスなどもあったりしますね。でさらにね、降りてまいりまして、このね、格子窓があったりとかね、本当にね、和風に凝った街並みを作っておりますね。でこの下がちょっとね、気になるお店でございまして、見積もりカフェさんなんですけども、ちょっとね、こちらワッフルというね、和の和とね、掛け合わせてワッフルというね、炭酸せんべいとワッフルね、組み合わせ、それにね、アイスクリームいろんなものを挟んだものですね。で、あと、有馬サイダーとかね。ただね、
こちらのね、今回は、草餅の焼き餅をね、いただこうと思いまして、こちらにやってまいりました。でね、これから約ね、10分ぐらいかかりますということだったんですけど、こんな感じでね、よもぎのね、草餅で、本当にね、しっとりしてて、お餅がもっちり柔らかくてね、こしあんで非常に美味しかったですね。はい。ではね、下の方へさらに降りてまいりましょう。で、こちらね、炭酸せんべいをね、実際に今焼いているお店でしたね。で、あとお店とかね、あとも喫茶スペースもありますね。で、有馬のね、有馬山椒ですかね、お店とか、あと、つくだ煮のお店とかね、いろいろありましたね。で、この角を曲がったところが、有馬の、金の湯の足湯の前にあるね、一番有名な和菓子屋さん、和菓子工房有馬というところでございます。こちらね、かりんとうまんじゅうとかね、あと酒まんじゅう、あと関屋まんじゅうとかもね、あってね、結構ね、こういう酒まんじゅう、かりんとうまんじゅう、あと関屋まんじゅうですね、ありまして、結構ね、有名な和菓子屋さんでございます。ちょっとこちらでね、ふかしたてのね、赤飯まんじゅうと酒まんじゅうをね、いただこうと思いまして、今注文したところでございます。赤飯まんじゅうが1個300円で、酒まんじゅうが1個ね、200円だったんで、合計ね、500円をお支払いさせていただきまして、こちらにね、で、ちょっと外は寒いのでね、お店の中の方を案内していただきまして、中のね、イートインスペースでいただくことにいたしました。まずね、赤飯まんじゅうですね。外はね、ふっくらとした、生地でね、で、中にね、こう赤飯がね、入ってるんですね。で、甘さはほぼなくてね、赤飯の旨味と、あと外ほどのね、ふんわりしたね、甘さの、おまんじゅう生地、おまんじゅうの生地ですね、でしたね。で、次に酒まんじゅうをいただきます。こちらはね、非常にね、熱くてね、食べた瞬間にね、中のあんがね、口の上あごの下でね、やけどしそうになりましたね。で、ただね、あんはね、こしあんでね、しっかりして美味しかった、本当に非常に美味しかったですね。で、どんどんね、お店の中にね、人が入ってまいりまして、で、このね、同じ日の午後ですね、かりんとうまんじゅうも食べてみようかなということで、かりんとうまんじゅういただきました。こちらがね、1個100円なんですね。かりんとうまんじゅう1つ。で、このかりんとうまんじゅうがですね、外がね、かりんとうと同じね、カリッとした、なんかビスケットのような感じの食感で、で、中がね、こしあんでね、非常に美味しいおまんじゅうでございます。そんなに大きくはないんですけどもね、だいたい5センチほどですかね。はい、こちら、ね、非常に美味しそうですね。で、次に、上成源泉近くの上成コーヒーというお店のですね、食べ歩き、チーズケーキという感じなんですけども、レアチーズケーキですね。こちらでね、いただこうと思いまして、お店に寄ってまいりました。食べ歩きスタイルなんて一ついただいていいですか？ね、可愛らしいお店でね。コーヒーも、ね、一応いただけるようなんですけどもね、今回はチーズケーキだけいただきました。ちょっと暗くて見えにくいですけども、外に出ましたね。結構ね、こういう感じでね、可愛らしくてね。で、しっとりしたレアチーズで、チーズのね、コクもしっかり出ててね、非常に美味しかったですね。で、近くのね、上成源泉の近くで、ね、いただきましたね。で、次にですね、いただきましたのが、有馬名物のね、賞味期限5秒の生炭酸せんべいをいただきます。今回ね、100円でね、2ついただきました。まず1枚目がね、食感を楽しみたいと思います。このね、紙を開いてね、待機して、できたらすぐにこうね、口でパコっていう感じでね、柔らかくて非常に美味しいんですよね。で、2枚目はどれだけ柔らかいのかっていうのを見てみましょうか。で、こういう感じでね、持ち主が持ってきてくれてね、挟みまして、ふにゃふにゃふにゃと、また柔らかいですね。ふにゃふにゃふにゃって感じでね、食べてもふにゅって感じでね、こんな感じでね、炭酸せんべいふにゅふにゅ曲がるんでね、またもう15秒くらいしましたらね、いつもの炭酸せんべいがパリパリっていう感じになってきましたね。のね、賞味期限10秒ですね。次に、有馬ジェラテリアスタジオーネというところのですね、豆乳ソフトクリームをいただきます。で、こちらのソフトクリームはですね、豆乳から作られているので、脂肪分がゼロということで、いくら食べてもね、太らないというね、
甘いもののね、罪を感じなくても済む色ね、ソフトクリームでございますね。で最後にね、秘密のみたらし団子さんの、ブルーハワイをいただきますね。なんじゃそれっていうかね、こんなね、変な色っていうかね、ミント味のみたらし団子なんですけども、新鮮でね、非常に美味しかったですね。はい、どうも今回はありがとうございました。またね、チャンネル登録、高評価していただけたらありがたいです。では、さようなら。